前回のダブル20の上原淳君のソロ曲の私のラップのね、分析というか、オタク的目線のやつが思ったよりも好評でして、ありがとうございます。というわけで、コメントでもいろいろといただきましたけれども、まずはユニバースのラップのところを中心に語っていきたいと思います。文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、というわけでユニバースなんですが、リアクション動画はね、ちょっと前に開けたんですけれども、淳君のラップのところでもう絶句するっていうね、もうやばいっていうね、すげえっていうところでね、ありまして、でも、コメントでもね、たくさんそちらの動画にもいただきましたけれども、オルビットのラップ担当は淳君だけでなく、ユンドン君というね、韓国人のね、男の子がいるということで、ユンドン君のラップも語ってくれませんかっていうコメントがありましたので、はい、解析分析みたいな、そういうおこがましいことは言えないので、こういうふうに私はこの子たちのラップを聞いたよみたいな、そういう感じなので、あくまでも私の聞き方だということで、ご理解ください。ユニバースはラップをねしているところが基本的に3つありますね。まず最初の一番冒頭のジュン君のファーストラップ、すげえラップがあって、でちょっと中盤ぐらいに来た時にユンドン君のラップがありますね。で最後の方に大サビのちょっと前ぐらいで、ジュン君の歌からのユンドン君のラップという形の掛け合いみたいなのがありまして、その掛け合いも日プ見てた方にはすごく嬉しかったっていうことも聞きました。でまずじゃあそこの掛け合いのところからですね、1小節ずつなんですけれども、ここのユンドン君のラップの仕方がこの子の個性を出してるなって思ったので、そこを聞いていきたいと思います。じゃあいきますね。まずこれね、ジュン君、もう歌なんだけどうまいし、ここですね。ジュン君ね、歌の歌詞なんだけどリズムがラップっぽく聞こえるっていうところがまずあって、これがすごい。ユンドン君、決意だけ焼き付け強くなってのところなんですけども、決意だけ焼き付け強くなってって、語尾のところで歌によってアクセントをつけて、それでリズムを取るような感じになっているっていうところです。ここはラップでもあり歌でもありっていうところなんでね。続いてユンドン君のラップのところをちょっと聞きましょうか。そう、まず消えないようにと、逃げないようにで、消えないように、逃げないようにで、ここはラップではないんだけれども、その次のラップにつなげるためにここの部分でも韻をちゃんと踏んでいるということかなと思いました。はい、今のところなんですけれども、ここがラップですね。で、ここで私が思ったのは、バックミュージック、ビートってラッパー呼びますけれども、いわゆるバックミュージックですね、そちらのところでドラムの音があるじゃないですか、いわゆるツンツンカッツンツンツカッのところがあって、今のリズムはこの歌のリズムとは違いますけど、まず消えないようにの「な」のところで、カッっていうドラムの音と「な」っていうのを合わせて、そこをアクセントにしてます。で同じように「逃げないように」の「な」のところで「パ」っていうね、スネアドラムと合わせてるんですよ。すごくツボを押さえたところでアクセントをつけていて、そこが結果的にいいフローというか、聞いてて気持ちいい感じのリズムを作ってくれるっていうところになってると思います。じゃあそれを踏まえてもう一回ちょっと聞いてみましょう。消えないようにのところと、逃げないように途切れた誰かの声がかけられになって頭に刺さりで、そこでバックミュージックを聞いたらスネアドラムがカッてなってますから、じゃあちょっとそれで踏まえて聞いてみましょうか。 お分かりいただけましたでしょうか。アクセントをスネアドラムの「カ」っていう音に合わせてつけてるんですよ。いや、いいっすね。遊んでます。とてもいいです。 このユニバースに関しては、淳君のラップが本当にビートを自分がリードして、自分がもう前に前に前に、歌詞の方が前に前にってありましたけど、本当に前に出ていくっていうタイプなので、力強いラップをするっていうところに対して、ユンドン君はそのビートバックミュージックとのハーモニーを大事にしてるタイプのラップで、これはこれでラップのやり方としてあるので、コメントでもいただきましたが、確かに淳君とユンドン君は全くタイプの違うラッパーだなっていう形だと思いました。
じゃあ続きまして、ジュン君のね、冒頭のラップを聞きます。よく考えたら曲を最後から最初に向かって聴いてるっていう、なんか不思議なことやってる気もするけど、いきましょう。ここな。はい、はい、安藤くんのボーカルも聞きたいんだけれどもね。でも純くんのラップがあってからの安藤くんのボーカルの流れっていうのが本当に綺麗だなっていう、まあリアクション動画でそこでやられましたからね。で、純くんのラップがまあ、どんな感じかっていうと、すごくやっぱりリズムをよく刻んでて、何に似てるかっていうと、多分ドラムソロとかロックとかジャズ好きな人はドラムをダダダダダって叩く感じのね、ソロとかあるじゃないですか。ラップはそのパーカッションだっていう考え方もまずあって、だから純くんは自分を、だからパーカッションドラムに、自分自身をドラムにして、それでラップをしてるんだっていうふうにちょっと思います。で、その場合って例えば韻を踏まなくなったりすることもあるんだけど、ジュン君はここで面白い韻の踏み方をすごいしてるのがあるんですよ。まあ、まずはそのパーカッション的な感じのね、ラップがどんな感じかっていうと、ジュン君の言葉をドラムが叩かれてる感じの一つ一つの言葉を、こうドラムダダダダダっていうドラムとかの音だと思うと、もしかしたらすごくしっくりくるんじゃないかなっていうふうに私は思うんですね。そう、まさに喋ってるんですが、ドラムを叩いてるように聞こえるんですよね。で、アクセントもカッてつけたりするのも、ドラムをずっと単調に叩くわけじゃなくて、こうね、音を強くしたりとかね、なんだったらシンバルもあるぐらいですけど、そういうのをやったりするじゃないですか。で、それをうまくやっているっていうね、うん、同じリズムでそのまま言ってもいいんだけど、ジュン君はそれしませんね。開くとビーラがトッケートッキーみたいな風に言って、前に前に、ただ前に前に行くだけのところも、ここもリズムが違うんですよ。だから、ね、一つ一つリズムをちょっと変えているので、すごい器用な人だなって思いますね、うん。本人のソロ曲でも韻もガンガン踏んでましたが、この曲に関してはそこまで韻は踏んでないように見えるんですが、やばいのをやってます。それが次行くとこです。前に行くだけの後ですね。ここです。やばいっすね。Every day make it rain 逃げ場はないなんですけど、ここが Every day make it rain だと、まあ、普通は日本人の発音だと、これって韻踏めないんですけど、この Every day make it rain って言い方をすると踏めると Every day make it rain、 これ黒人とかの発音で言うと、ここって結構普通に踏めるんですよね。リル・フリップっていうラッパーがいるんですが、Boss is Make It Rain っていう曲があって、その中の歌詞で Every day make it rain みたいな感じで、ちょっとこう悪い感じで言ってるのがあるんですよ。 Every day make it rain で、ジュン君の場合は Every day make it rain っていうのは、あっていうね、MV みたいなこのあっていうところで、ダンスの動画でちょっとこう体をグッて動かしてたんで、あによってダンスとしてのパフォーマンスをやるためのあなのかなっていう気がしました。まあ、ここがね、ラッパーではなくアイドルグループのね、いろいろできるっていうところの強みではありますよね。いや、前に前に行くだけ、あ、エビデン、あ、ネキ、レン、あ、逃げ場はないのところなんですけど、これ俺が言うと逃げ場はないが、なんかちょっと不自然に聞こえるんですけど、ジュン君のリズムで乗ると、多分このエビデン、あ、ネキ、レンか逃げ場はないのところまで、逃げ場はないは本当はこれで韻踏めないんだけど、リズムとして韻踏めてるように聞こえるんですよ。ここのヒップホップセンスですよね。ワードのリズムのセンスっていうか、ここがね、やっぱりね、別格だなって思った。そう、なんかエビで逃げ場はないって、パパパパって畳みかけることによって、全然違和感なく逃げ場はないまで行かせてる感じがするんですよ。で、ちなみにエブリデイはわかると思うんですけど、メイキットレインっていう単語をチョイスしたのが、ああ、もうこのジュン君ラップオタクだなっていうふうに思ったんですけど、メイクイットレインって皆さんどういう意味だかっていうのは、まあわかると思うんですけど、つまり雨を降らせるっていう言葉なんですよ、直訳するとね。で、エド・シーランさんっていうアーティストいますが、メイクイットレインっていう曲もありますけども、まあエド・シーランのメイクイットレインは、まあおそらく普通に雨を降らせるっていうね、そのしっとりとした曲、雨の曲っていうのはね、J-POP や歌謡曲でも多いですからね。うん、
なんですけど、ラップの Make It Rain は、本当にそのままの雨を降らせるっていう意味で使う場合もあると思うんですが、多分これ違います。スラング、まあ流行り言葉みたいなことなんですけど、スラングで、札束をばらまくっていうことだと思います。ジュン君ぐらいのラップオタクならそっちの意味で使ってるんじゃないかと思う。で、Everyday Make It Rain っていうのを、Everyday Make It Rain をその使った時点で多分そうじゃねえかと思ってます。Make It Rain っていう曲もあって、ファットジョーっていうラッパーがいて、ファットジョーフィーチャリングリル・ウェインっていう、まあ、リル・ウェインっていうね、そのファットジョーの MV を見ると、Make It Rain っていう名前なんだけど、明らかに札束を持ったりしてばらまいたりしてる MV なんですよ。なんで雨の曲なのに札束なのって思うけど、こう札束をバッてばらまくことで雨のようにバラバラバラって出るっていうね、うん、そういうことなんですよね。で、これは表題曲だし、W20 ほどのそういうマニアックなところって本当は入れなくてもいいんだけど、こっそり入れてるんですよね。実際このエビデイメイキッドレインなどニゲバーバナイーの後のユニバースのその後の安藤君のボーカルにあるから、多分そのエビデイメイキッドレインのところとかはそんなにみんなアースの方たちもそんなに聞き取れる場所じゃないんだけど、これは多分ね、ジュン君の中のヒップホップ好きとしてのこだわりじゃないかなって思う。だからリルフリップやリルウェインとかファットジョーあたりも聞いてんのかなっていう気もするし、そのメイキットレインも12年前ぐらいの曲なんで、今もそのスラング使ってるのかどうかわかんないんですけど、ただ多分ここでの意味合いは、そう、だから前に行くだけって言ってるのに、その後で雨を降らせるっていう言葉だとおかしいので、多分だから前に進むっていうで、メイキットサスタバ、まあラッパーなので、金をビッグマネー、金を稼ぐっていうところに分かりやすく成功するっていうことの意思をそこに詰めるっていうことになるんですよ。ラッパーっていうのは結構ダイレクトに表現するので、だから多分その前の歌詞がただ前に行くだけみたいなことを言ってるので、 Everyday Make It Rain ってことはいつも毎日札束をばらまく、つまり俺は成功してるっていう、そういう意味合いで使ってるんじゃないかなと思いました。いや、ジュン君はね、本当にラップオタクですわ。すごいなって思った。うん。まあ、私の解釈ですけどね。はい。そんな感じです。ジュン君がね、炎のようなラップをするとしたら、ユンドン君は流れる水のようなラップをするみたいなことで。いや、もう神バランスだと私は思いますね。はい。はい、というわけで、今回はユニバースの中のラップパートだけになりますが、オタク目線で語らせていただきました。皆さんはいかがお考えでしょうか。いろいろまたリアクションを取ったりとか、ラップとか聞いたりとかしていこうと思ってますので、まあ、よろしかったらまたよろしくお願いいたします。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。